おはようございます、おはようございます、寒いでございます、寒いでございます、おはようございます、寒いでございます。おはようございます、寒いよ、寒いよ、ね、おはよう。本当に寒いと思う。なんでこんな寒いんやろ。なんか芯から冷えますよね、この内から。でも昨日お肉を食べたから多分体は温まっているはず。おはようございます。よし、なんかついてる。なんだこれ、鼻血のかけらみたいなのがついてる。昨日鼻血出してないのに。鶏肉なんです、昨日食べたの。うう、ちょっと寒いからこうさせてくれ。ちょっとミイラみたいになってるけど。なんか芯から冷える寒さ、寒さ寒さ寒さって感じだなって思いました。昨日はですね、なんと友達とご飯に行きました。あ、なんか本当に久しぶりに会う友達たちで、明けましておめでとうってしたんですよ。私本当に暖房だけはつけないっていうプライドがあるんです。乾燥ってか暖房なのもわってした空気がダメで、電気ストーブをつけてます。外見たら一面真っ白だった。雪ですか、雪降ってるんですか。皆さん、皆さんの地域は。なるほどね。嫁を襲ってなるかもしれないけど、一人は去年のクリスマス前に会ったの、一回12月中間ぐらいで、もう一人はね、いつだっけ、大阪のツアーの後とかに会ったんですよ、前回の。すごいね、久しぶり。東京なんで降ってません。いや、降ってないよね、淡い期待。いやでも降ったら降ったってしんどいからね。埼玉は今んとこ降ったらいいよ。関東ですね。札幌は降り切るってあるんだ。関東はまだ降ってないね。ケーキめっちゃ美味しそうって思った。めっちゃ美味しかった、あのメレンゲレモンケーキ、レモンタルト、めっちゃ美味しかった。すごいいい味って感じ。あと一緒に飲んだお茶もアップルなんちゃらって言うんだけど、美味しかった。アップルの素晴らしい香りがしましたね。え、ほんとケーキ巡りとかカフェ巡りが好きだからさ、永遠に巡ってる。いや、運動しないと。今週末19度らしいよ、東京。最高ですやん。春服っていうか薄着で出かけられる、最高。うん、あとはなんかもう久しぶりに、うん、友達がやっぱね、面白い人ばっかだなって思った。私は本当に友達が数少ないんだけど、濃い友達が多いなって感じるぐらい、なんかすごい面白いやつらって感じ。やつらって言い方は変だけど、面白い子がこうなんか集まったって感じ。濃いですね。なんかでも何話してたか覚えてないんだよね。おはようございます。
なんかわかりますか？なんかすごい楽しいさ、友達ってさ、何話してたか覚えてないの。なんか「うえー！」とかって言っても終わるみたいな。ニーナさんもめちゃくちゃ濃いよ。なんかこれが何人かいる感じ。本当に。あ、でもそう、なんか最近すごい頑張ってアルバイトしてるみたいだから、頑張ってって言った。前髪とかそう。働いてるのは偉いよって。ちゃんと経済回して税金払ってるから偉いんだよって。だから多分そう、すごい偉いと思う。2人とも年がね、1個ずつ違うの。私が一番下で、1個上と2個上の子だったんだけど、2個上の子はもう就職してて、働いて偉いよって。すごいよ、就職してるってことはずっと言ってた。あれ、これ分かんなくなっちゃった。Twitter のね、ID を書こうかなって。 ID っていうの、あれは。アカウント名を。なんかその2人を見てたら、私も頑張ろうってなったんですよ。だからすごい、昨日のツイートとかも「私も頑張ろう」とか言ってたの。刺激を受けますね。なんかおけみ寒い寒い。もうなんだこんなに。もう寒いしか言っていません、このルーム。泣いた。でも昨日ね、使った化粧品をもう片付けたい気持ちもあるんだけど、もう手が出ないっていう気持ちもある。昨日ニートの日だったのね。一応ね、あったんですよ、2期でやることは。カジーさんに会いました。ただ何かは言いません。寒い寒い。でその後に友達とご飯に行きました。なんかそれでフライングタイガーっていう海外の雑貨屋さんが日本にあるところに入ったんですけど、すげえ可愛いのが多いんですよ。なんかすごいって思った。買いたいなと思った。自分で友達の誕生日プレゼント買いに入ったんですけど、すごかった。なんか王冠とかあるんですよ、700円の。買おうって思った。私も王様になりたいみたいな。プリンセスのなんかティアラとかも、ちっちいやつですよ。ちっちいやつだけど安くて。なんか剣とかも売った、あの柔らかい怪我しないやつとか。お仕事行ってらっしゃい。ねえ、そう、フライングタイガー買いそうになった。あ、軽率に、あの今度自分で来ようって思った。本当にお手頃価格で、うちらも勇者とか王様とかお姫様になれんならそれ買うよねみたいな。買うよねって思った、普通に。とかなんか、あのサラダボール、こうお弁当をサラダにしたい時とかに持ってくやつとかも可愛いの友達が買ってたし、あとね、すごいいろいろあった。雑貨可愛いってやつ、キャンドルも私欲しいなって思ったし、が今度絶対買いに行く。中二病御用達ではないんだと思う。なんか多分だから、お友達のお誕生日会とか祝う時にこれつけて、なんか「イエーみたいにしたりとか、あとは何だろう、ちょっと人生に疲れてる人たちが「私もプリンセスになる」ってなってやってるんだと思う。勇者とドラクエの世界ね、あそこま
までねしっかりしたのはないけど、でも本当になんか可愛かった。すごいなんかいろんな面白い被り物とかあるし、すごい可愛かったですよ。メイクポーチとか持ってた、ブラシとかスポンジとか。今度見に行きたい。エクスカリバー欲しい。エクスカリバー、声ガサガサです。 FF あ、ファイナルファンタジー、ヘアバンドとかも可愛いし、めっちゃ。そうなの、なんかね、そんこんな安いと思ってなかったって感じ。なんかあと豚がなんか本当になんかプピープピーじゃなくてって なんか泣く、なんかおもちゃとか持ったって本当にガチの。バレンタインの特典会気になる。ハロシャ行くしか。そうですね、14日ですね、ちょうど当日にハロショでバレンタインのイベントがあります。みんなぜひ遊びに来てください。 FF15 は王様主人公。へえ、王様が主人公なんだ。あれ、そういうわけじゃない。15まで出てんのも、あれ全然違う。チョコください、チョコ。私今年はチョコにしないようにしようと思って、なんかさ、こう友チョコとかしてさ食べるじゃん、甘いものばっかでさ、なんかはぁってなるじゃん。だからしょっぱいものがいいかなって思って、今年はなんかおせんべいとかいいんじゃないって言われた。おせんべいとかミートパイとかそういう感じにしようと思う。チョコはね、なんかレパートリーもさできてる感じあるよね。ほうべいとチョコとか作ったことねえわ。どういう気持ちで作るんあれって。てかさ、なんか本命チョコってさ、このさ中学生とかさ高校 1,2 年生とかいいけどさ、手作りでさ作るの怖くね。てか時期も時期じゃん、コロナ。はい、さコロナ怖くないって時期でさ本命手作りするのさ難しいよね、この時期。何するんだろうみんな。本命って書くの真ん中に、わかんなくない？なんかもうダメかもしれない。ダメかもしれないわけじゃないです、全然元気。でもこんな感じなの、友達とご飯話すし、話すとき、ご飯食べて話すとき、もう本当にやばい、もうダメかもしれない、いやダメじゃないってずっと言ってる。永遠にこれ。来た時にあくびのルームでびっくりしました。よく寝なかったんですか？常に眠いんです、本当に申し訳ございません。常になんかこう毎日眠い生活を送っているんです。元気なんですよ、これが正常なので。本当にありがとうございます、初めて来てくださっておはようございます。前に彼氏にサダハル青木の超高い投げたけど反応すけど投げた。なんかね、結局さ高いものをさあげてもさね、なんかそれがさどこのものか分かってなかったりとかさ、なんかゴディバはさなんとなく分かるけどさ、なんかそれって露骨じゃん、ゴディバって。でもさ、だからって言って他のもの投げたらさ、えそれってどんなやつなみたいなさなるじゃんね、難しいよね。手作りも手作りで今の時期はちょっと危なさそうだし、だって友達手作りの捨ててるとか言ってたもん。へえーって、女の子あの友チョコとかした時って言ってた。へえーって思った、やっぱすも怖いんだなって思ったから。だからね、ちょっとでもチロルチョコもさ最近あれだよね、なんか感謝の文字が入ってるやつとか、なんかひらがながこうついててお名前みたくできたりとかってあるからね、かわいいよね。今結局高いのあげるまで自己満足だなと思った、気持ちが大事と考えるように。
わかる、なんかね、その気持ちはすごいわかる。なんか本当にチョコだけじゃなくて、自己満足で世の中できてるなっていうふうに思っちゃう、よく。っていう話も昨日友達とした。そう、でもね、結局自分が満足できなきゃ意味がないなっていうのを思うから、メイクとかも自己満足なんですよね。すごいなんか人にどう見られたらいいんだろうっていうのもすごい感じるけど、でも結局自分が可愛いって思わなきゃ意味ないから、人がさ、いやこっちの方が可愛いよって思っても、私はこれがすごい自分がブスに見えるっていう時は結構自己満足になっちゃうんだよね。だからそう、仕方がない、もらえれば何でも嬉しい。でもさ、その気持ちは嬉しいですよね。なんか適当にしたとかって意味じゃなくて、例えば私は、まあ、値段は分かんないけどここが美味しいからこれあげたいなって思った時に喜んでくれたら嬉しいですよね。手作りのチョコめっちゃガチガチに硬いチョコもらったことある。私もね、小学2年生の時にそれやった。なんかすっごい可愛いハートの型があるって思ってそれで作ったんだけど、すごい分厚い型だったの、こんぐらい。もう気づかずに普通にこう可愛いって思ってチョコ流し込んだら、すっげえ硬いチョコレートできちゃって、なんかでも無理やり食べてくれた友達、優しかった。そもそもアイドルはそのもん自己満足、それ私がオタクの時に言ってたやつですやん、それ私がオタクの時に言ってたやつですやん。そうなの、なんか私が楽しかったから結局いいやってなっちゃうのかもしれない。でもそれでいいと思う、だって人生幸せが一番やん、幸せになるために生きようや。本当にそうですよ、犯罪とか犯さなきゃいいんですよ、迷惑行為とかしなきゃいいんです、自分が楽しければ。そうなんです、結局そうなんですね、アポロでもいい、アポロでも美味しくない？うちチョコレートめっちゃ好き、いちごのチョコレート美味しい、マジ本当にいいですね。好きな人からもらう分には何でも嬉しいけどね、そういうもんなんですよね、きっと。素敵や。みなちゃんはキノコ派、タケノコ派。私これ本当に選べないけどタケノコ派だと思う。なんかタケノコはまるっと美味しい、分裂してない、一個で食べたくなる。キノコはなんかチョコレートパリみたいな感じしちゃう。アポロのプリンあるよね。そうなの、食べたことない。あれも、ね、みんな本当に楽しくしよう。そう、このルームをね、皆さんの人生が少しでも楽しくなればという気持ちでやっておられおりますので、少しでも楽しくいきましょう。脳みそをね、溶かして考えることをやめましょう皆さん。私もタケノコサクサク部分が好きね。なんかクッキーみたいになってるじゃないですか、それがなんかさ、ちゃんと最後までやる気あるんだなこの人って感じがして好き。なんかビスケットはさ、なんかもうパリっていっときゃいいやみたいなところがあるじゃないですか、それじゃダメなんですよね。クッキーみたいにこうね、ちゃんと俺は下までサクサクやでって言ってるところが押せるなって思う、本当に最近。本当でもあれなんですよ、ご飯って食べるよりもチョコレート食べちゃうからダメだと思う私。その私はね、タケノコでした。やっぱタケノコはさ、その後竹になるじゃん、やっぱ伸びしろもあるんですよね。キノコはさ、そのままじゃん、菌類だから。タケノコはでも伸びしろがあるんですよ、だから押せる、成長過程見れるで。物を片付けていこうと思います。昨日化粧したまま、
化粧物を片付けず寝ました。化粧したまま寝てるわけじゃなくて、家出て片付けず寝て、あのそのまま帰ってきてしまった。あーあくびがみんなに泥酔しちゃうかもしれない。伸びが大事。今日って祝日なんだ、知らなかった。よいしょ。口臭をねシュッシュするやつがもうなくなっちゃったんです。買わないと。やる気元気たぬき、うえい、大事です。そういうの、そういう自分でね、ま、あの唱えること大事です。私できる子って友達にずっと昨日言った。みんなできる子、大丈夫って言われる。まあいろんな人に言われる。大事です、でもそういう気持ちは。そうなんだ。なんで仕事あるんだろう、俺。なんだろうね。だって今日は祝う日やん。抗議してこう。ここでツアーのチケットも売らないの？あれ売ってないの？あ、売ってると思います。ショップリストから、ショップリストから購入できると思います。そうですね、そうです。自分から言わなきゃ意味ないやんって。はい、あのアップアップガールズかっこにき、ただいま日本全国ツアー中でございまして、3月分のショップ、あ、ツアーのチケットをですねここで販売しています。ここで買っていただくとですね、チェキと私のソロチェキプラスサイン入れと、皆様にイラストをですねお届けします。ですね、できたんです。特典が全部完成したので、今日マネージャーさんに渡す。待って、それ昨日言った気がする。それでちょっと昨日持ってくるのされちゃったんだよね。だから今日は絶対持ってきます、本当に。あ、眉毛パサパサになっちゃった。多分だから発送できると思います。ゆっくりしてしまって申し訳ありません。次からはハリアップします、忘れません。手に書いときゃいいんじゃね。ちょっとペンが近くにないからアイラインで書くわ。OK、 いました。ね、忘れない、ほら書いた。 OK、 寒いから風邪ひかないように、本当皆さんもそうです。寒いから皆さん風邪ひかないようにしてください。了解です。なぜか表示される。あ、本当によかったよかった。あるよね、そういうの。私もだってさ、これ絶対に共有しようとしたら、あ、これってかシェアしてなくない？シェアしとこう。シェアしようと思ったらできないみたいな機嫌があるんだよ、ショールームくんもね。わーい、マッキーじゃない、そうなの。いつも近くにあるのはアイラインか眉毛描くやつだから、大体それで描いちゃうね。豪快なの、そうなの。今回のソロコーナー、今までにないパフォーマンスで2位だったも楽しみしてる。ねえ、もうプレッシャーにかけないでよ。ドキドキするよ。どうだろう、できるかな、うまく。頑張ります。これで大丈夫。ふん、おはようございます。おはようございます。なんか顔がパサパサしてきたかも。
は良くないからね。そう、体もそう、お水もちゃんと飲まなきゃいけないから、顔にもちゃんとお水をね飲ませてあげないといけないの。ソロコーナーもラップですね。どうしよう、ね、どうしようって感じ。みんな、ま、今からドキドキしてたら、あと1ヶ月プラス十何日か後やで。そんな心臓病になっちゃうよ。みんな落ち着いて、潤い大事です。ね、もうアイシャドウのコーナーがいっぱいになってきちゃいました。こんなつもりじゃなかった、こんなつもりじゃなかった、こんなつもりじゃなかった。どうしよう、なんかねパズルみたいになってくるよね。どうしよう、本当に。パズルみたいになってきました。捧げよう、捧げよう、心臓を捧げよう。あ、チケット買ってない。ぜひあのここでチケットも買えますし、あのライブのね終わりの特典会でも購入できるので、皆さんぜひツアー遊びに来てください。おはっちゃっちゃー、おはっちゃっちゃー、おはんぬ、おはんぬ、おはんぬ、おはようございます、おはようございます。今布巾を使って喋ってみました、うん、寒い。だいぶ温まってきたはず、だいぶ温まってきたはずだけど、寒くなってきちゃうよね、うん、あ、頑張ろう。今日もみんな頑張って、今日も乗り切るんだ。どうする、友達といつもこんな感じなんだけど、こんなの、こんな会話がさ聞こえたら怖くない？ご飯屋さんで。寒いです、温めてください、この日本を。すごい、なんか哲学、世の中のそれな。でもマジさ、なんて言ったらいいの、地球温暖化はされてるけどさ、一人一人の心を包んであげたくなるよね。わかりみ、それな。本当にこうこうやって毛布だよって、みんなの心に毛布だよってしてあげたいですね。私はのバレンタインで買う、ぜひ。めっちゃ JK っぽい。そう、 JK、 うちらJKJD って感じだから、もうふぃーってずっと言ってる。うるさい、うるさい。とにかくマジさ、昨日さ、それこそ食べに行ったケーキ屋さんでさ、まずなんか前菜、こうちょっと下ご飯食べたの。あ、仕事行かなきゃ、頑張ってください、キン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 、仕事頑張ってください。なんかこうちょっとしょっぱいものを食べたの、まず。でなんかケーキは食後に出しますかって言われたから、あ、それでお願いしますって言ったので、食べ終わったからさ、店員さんにさ、こうなんかね、こうテーブルがあって、こっちにこうレジみたいなのとかショーケース、こうケーキとか並んでるとかがあって、こっちに店員さんがいるのね。だからすいません、ケーキお願いしますって言ったら、店員さんがはいって言ったの。でもなんかそれだけで優しさを感じちゃって、私大きい声でうわーいい人だなーって言っちゃったの。めっちゃ恥ずかしかった、本当に恥ずかしい。これめっちゃ恥ずかしい思い出、昨日の。この間初めてライブ行ったけど、ニーナさんのラップめっちゃ楽しかった。ちょっと進化したんです最近、今回のラップは。ありがとうございます。なんかその流れのまま曲に行けるのいいってね言ってくださってね、嬉しいの、いろんな人が。そうなの、本当に店員さんに聞こえる声でうわーいい人って、
でさ、友達に、その場にいた友達にさ、いやそれ言うの当たり前だからって言って、なんか普通さ、食後のケーキお願いしますって言ってさ、分かったよっていう店員いないだろうって言われて、それなみたいな。本当におはようございます。本当にそうなの、めっちゃ恥ずかしかった。なんで言ったんだろうね。そこに、いや他にもさ、優しさ感じる場面あるじゃん、生きてきて絶対。でもなんでそこに感じたんだろうって思って、すごい多分ね、その人の表情とか笑顔がきっとすごいマイルドだったんだと思う。だから言っちゃったんだと思う。うわいい人って、何うわいい人って感想、どういうこっちゃねんって自分で思いましたね。恥ずかしかった。でも純粋に、ね、でも感謝は大事、本当に大事。そう思ったより自分の声が大きいのもある。本当になんか悲しくなった私。そろそろ仕事行きます、はあ、頑張ってください。お仕事、本当にね、お仕事してるって本当に偉いと思う。だってさ、税金をさ払うっていうのは偉いじゃん。でもそれをするためには仕事しなきゃいけないわけじゃん。本当に偉いと思う。マジ皆さんのおかげで日本国成り立ってる。本当に感謝。でも本当になんかそういう気持ちですよ、みんな。皆さんは本当に日本国を支えている。だから本当にもっと自信持って生きよう、うちら。声が通って恥ずかしい時、そうそういう時あるわ。本当に恥ずかしかった。たくさん税金払って、そうなの、そうなの、税金払ってるから偉い。みんな偉いよ。だってみんながいなかったら日本が成り立たないんだもん。働いてね、いつも消費税払って、そう偉い、マジ偉い。てか日本で空気を吸ってる、偉い。本当に偉い。カジさんが面白いと思っていただけはある。本当にカジさんいいことです。税金高くて本当ピュー、それだ、そうなんだよね。本当にわかるわ。でも本当にうちらがさ頑張ってっからさ、小学校はあったりするわけじゃん。かわいい日本をこれから担うたちの人間のために頑張ろうって思います。そろそろ起きなきゃ。ウェイクアップ。私も脳みそは起きていません。だから皆さん本当に日本の一員としてね、絶対自信持って生きるべき。でもそう、どうやったら自信ができるのかっていうのを友達とも話したの。そしたらね、最終的にね2個結論が出たの。まずは1個は筋肉つけよう、筋肉ムキムキになればいいんじゃないみたいな、ボディービルダーみたいに。なんか筋肉ある人ってすごい自信があるじゃん、すごい自信があるじゃんって言ったら変だけど、すごい自信がつくじゃん。だから筋肉をつければいいんじゃないっていうのと、オリンピックに出ようっていう話になったの。うちらがオリンピックに出たらきっと自信がつくよって。だからオリンピックに出ようかなって思う。うちら心がね、心がオリンピックになればいいんじゃないかなって思うから、みんなもオリンピック出ましょう。本当にオリンピック出よう。絶対オリンピック出たら元気になる。みんなでバレーボールとか出ようよ。そうだからオリンピックで一番目指そうって。結局スポーティー、それな、確かに。お、アンニョン、アンニョン、ハングプニエよ、スポーティージーさん。オリンピックに、なんかオリンピックに出たら元気になりそうだなって思いました。マラソンのうんちゃらでジェニクタスキつけた、あ、いいですね、いいと思います。一緒に走っちゃう、五輪するの。そう、元気になれそうって思って。
何の話しとるん今私。それな、本当にそういうこともあります。うん、半額サラミ、おお、来てくださいました、こんにちは、ウレピー、ケップス、なんだっけ、こますんにだ、저는지금한국어공부하고있습니다。札幌で走る、寒いよ札幌。でも今あれか、オリンピックの時期に暖かくなるか。オリンピックにオタジャンの競技があればいいのにな。みんなでもなんか垂直跳びとか強そう。サロンヘヨ、サロンヘヨ、すごい鼻水が。こんにちは、すごい嬉しいですね、こうやって韓国の方も見てくださってる。韓国の方はショールームすごい見るんですか？韓国분이는그쇼루무많이봐요。垂直跳び普段から、そうそう、ふくらはぎ強そう。でもバレーボールとかだから強いんじゃない、バスケットとか出た方がいいよみんな。寒い部屋、寒い部屋、すごいそれっぽい、すごい魅力。へえ、じゃあさ、あれかな、テロップにさ日本語韓国語とかって書いといた方がいいのかな。ちおうよ、韓国語ちおうよ。韓国も寒いですか？まあでも寒いだろうね、寒いもん、あそこ、あっちは。あれ、寒い部屋は何語？日本語です。おはようございます。これか、オッケー、おはようございます。ブログに書いてあるか大丈夫？あテロップに書ききれなかった。垂直跳びだとギネスみたいになっちゃうけど、韓、そうですね、韓日本、に日本語を韓国語っぽくした的な感じです。ちょっとね、私はアプガニキをいろんな人にアピールしたくて、いろんな人たちに、あ違う、ハングル語じゃない、できてない、韓国語、オッケー。저는지금일본에서아이돌활동하고있어요。日本アイドルいえよ、日本のアイドルで言ってみました。イエー、初めて見に来ました、おはようございます。ルンルンしてる、やった、ルンルンしてる、いいね、いいですね、ルンルンって、ルンルン、ルンルン、ルンルン、お美しいです、ありがとうございます。지금열한줄세네다섯여섯일곱여덟열열아홉아홉살이에요19살이됐어아19한국で19살이됐어일본だと18살이됐어올림픽특대올림픽그올림픽특근누구나아そうね、うちらオリンピック、うちらでオリンピック作ればいいか。面白いね、面白い、ありがとうございます。ギャップもします。だって本当にそういうもんなんですかね、難しいけど、ありがとうございます。寒い、皆さん本当に今日も朝から一緒に喋ってくれてありがとうございます。具はいらないよ、韓国語ではね。本当に具、オリンピック、ん、あ、열아홉살살이、ん？なるほど。韓国、あ、ん？
あ、モーニング娘ってことか。なるほどね。韓国って年齢の数え年なんですよね。なんか生まれて1歳みたいな感じだと。モーニング。なるほど。あ、年の数え方が違います。年齢の、あ、違いましたか。あれ、でもそうだよね。そう、日本と韓国ではね違ったはずです。そうなんですよ。私はだと日本では32ですよ。あ、そっか、そうだよね。あれ2個も違うんだっけ。私はだからもう向こう行くと成人してるってことになるんですかね。そうなんですよ、いろんな文化が。そう、2つ違うの。確かに日本では生年月日を基準で満暦ですよ。あ、なるほどね。あ、で、そうです、婚姻年制です。あ、2000年生まれたってまだ成人じゃないわ。誕生日が来たとは1歳差になる。なるほどね、確かに。そうです、ちくん、婚姻年制です。なのでコンコンじゃないです、まだ。だから大丈夫。韓国だね、難しい。いろんなやっぱ文化がありますよね、海外では。そう、2000年生まれは成人。じゃあまだ来年か、私韓国で成人すると。はあ、もうそんな時か。日本でも韓国でも成人しちゃう。もう少ししたら韓国では満19歳が成人です。なるほど、満になるといいのね。私韓国だともう成人してるのか。そうだね、そうだよ、国ごとに違うの面白いね。ねえ、本当にそう。でもなんかさ、なんだろう、やっぱ知らないこと知れるって面白いなって思いますよね。だから私は海外の文化とかすごい興味があります。配信終わったらそのまま寝そうね。やばい、すごい、めっちゃ寝たはずなのに眠いもん。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。配信終わったらそのまま寝そうね。危ないかもしれない。あ、そう、これ今読んだかもしれない。皆さん本当に朝からありがとうございます。ね、今日は休みなの。今日はちょっとね、またアプガ日記で予定はあるんですけど、まあでも朝じゃないから、ね、風邪ひかないようにします。例えば日本で18でも韓国では自分の誕生日過ぎたらタバコと酒を消す。じゃあ18歳になったらってことなの。でもなんか見たかも、日本の YouTuber でまだ日本では成人してないけど韓国では飲めますのでとかって言ってすごい動画で飲んでる人がいて、うわーすげえと思った。なるほどね。やっぱでも国によってさ、何が OK とかって違いますよね。18になったら制限解除が多いよね。他のさ国とかも18は多いですよね。日本は20だけど、まだマニキッズマンのリハかな。どうでしょう、日本でも運転免許解除。あ、確かに18なりシンデレラシステムも解除なんかね。18と20って大きなあれですよね、壁っていうか。柔軟になる国もあるよ。若い、JK やん。そんな、確かにいろんな解除がある。働ける時間も18になると大きくなるし、高校生だけどさ18と17じゃさ違うよね、いろいろ。原付、あ、そっか、取ってる人いたわ。日本は昔15だったよ。
中学生じゃないそれって。中学生クレジットカード作る、確かにクレカ作れる、成人したくないね。なんか複雑な気持ちありますよね。複雑、私は一晩で日下まで行き詰まって、すげえ。じゃあ18の国が多いとね、確かにいろんな国がありますね。海外の人はそれだけ責任が感があるってことかな。ねえ、なんかやっぱそういうの、日本は多分だからそれに関してちょっとあれだよね、すごい慎重だよね。でもいいことだと思う、それはそれで。日本の免許は細かい、そうなんだ、日本は免許細かいんだ。でもなんか日本の免許は細かいからこそし、なんかすごい丁寧だから海外行ってもなんか免許取りやすいか車乗れるみたいな聞いたことある。15でねーやーは嫁に行き、お歌があるんですね多分。韓国では中型免許がない、へー。韓国もあれでしたっけ、車は逆でしたっけ日本と、どっちだったっけ。あ、でも日本と同じかな。すごいなんか思い出しますね、車。タクシーとかどっちだったっけ、こっちだったっけ。あーでもそうだね、逆だね、日本とタクシー、あ、韓国の車は右だった確かに。日本は左だよね確か。日本の免許で日本の免許で切り替えできるね、日本の免許すごい。でも私は免許取らないと思います、車用意しちゃうから。同じ条件の免許でね、へえ。まあでも日本で免許取っていたら強いってことだよねきっと、最強。でもすごい免許の試験って難しくて、いろんな人がなんかもう何度目だよみたいな人もいますよね。ね、多分取らないと思う。保険証あるし身分証明できる、パスポートあって持ってるから身分証明できちゃう、大丈夫な気がする。車楽しいよ。でもねやっぱ東京いると運転することないんですよね結局。そうなんだよね、運転してるって言わないんだ。そっかそっか、なるほどね、マリオカートみたいな感じ。いやそんな気持ちで運転したら危ないです。カジュの運転でドライブすると行きます、楽しそう。私免許ないけど、ほんとやっぱそう思う、どうしよう迷うね、親に言ってみよう。身分証明は楽だよね、あ、そっか、そうなんだよね。日本でも中型出てきたの2007年、あ、そうなんだ、じゃあ割と文化がそういうことなんだね。秋葉原でマリオカートしてるね、あれもなんかさ問題になったよね、訴訟が起きたみたいな。北海道の道幅になれると関東圏の車道の、確かにすごい狭いよね、なんか路地裏みたいな感じだもんね。なんか絶対私事故起こすと思う、チャリでもだって怖いもん。うん、ということでお時間にだいぶ近づいてきましたので、皆さん今日も配信に付き合ってくださりありがとうございます。あ、すごいいっぱい書いてくださってる、なるほどね、すごい。あ、これで分かれてるってことなんだ、なるほどね。でもいっぱいある、日本も多分いっぱいあるんだろうね、すごいありがとうございます。一歩通行とかね、ほんとみんな事故には気をつけてください、あと健康にも気をつけてください。あ、おはようございますって言ってくださって嬉しいんですけど、今から終わろうとしちゃってました、ごめんなさい。朝から配信見えて楽しかった気もね、今日も頑張ろう、今日も戦い頑張ってこうぜ。なんかいい
みんなあの面谷縁なことがあったらうちに相談しな。なんかやりたいよね、そういうなんか相談会みたいな。ありがとうございます、フォローしておきますね、だって嬉しい。どうですか今度お悩み相談会みたいな、いいですかね。今度やれるタイミングあったらやろうと思います。面白そうだけど配信時間が膨大なやつ、よくないだもん。それか分けてやるとかね、この3日間はお悩み相談デーみたいな感じで、いいねそれ。なんかすごいありがたいことにすっごいいっぱいになっちゃったらピックアップとかになるかもしれないけど、とか一人1個とかになるかもしれないけど、今度やってみる。挑戦が笑顔で笑顔って感じで、なんか今度じゃあその作戦を練ろう、次のショールーム。そうしよう。ちょっと今パッと決めちゃった。いやでも今パッと決めるのもあり。なんかあれじゃない、なんかさ質問ってさ見られたくなくない、他の人に自分のお悩み見られるの怖くない。こういう悩みはどうすればいいですか。ここで私が多分言わない方がいいってことよね、それは。そしたらどうしようね。ラジオの相談の場合、重さのレベルも悩むのと落選するとスタッフに言われるんだけど、なるほどね、ここで言わない方がいいやつかね。そしたらまたやっぱさ、リリースイベントとかがもしあったらさ、あれがいいよね、質問お悩みみたいな相談会みたいなのあればね、多分個人でできるのかもね。インスタの質問でも良いような気がするね。だからインスタの質問かツイッターの質問箱とかに、あでもツイッターの質問箱も見れちゃうんだ、人から。だからインスタの質問になんかそのねやってもらってここでやるみたいな時、よろしくお願いします、お任せください、できると思います。インスタ見ない、どうする、どうしよう。ツイッターのは誰なんか、ね、質問箱はね他の人から見えてた気がする。そうなの、じゃあ考えます、いろいろ誰なんか質問が分かんない、匿名ではあるね質問箱、誰が投稿したか分かんないけど投稿した内容は見れちゃう。そう、手紙で匿名希望を集めるとかできますかね。それかなんかもし生誕イベントとかやらせていただく機会があったら、あでもそれもそれでちょっと怖いね。まあいいや、調べておきますってことで、だから約1時間近くですかね、一緒におしゃべりしてくれてありがとうございました。そうですね、平日の朝ということで、こう大変なね PM がこうあるかもしれない、今日も乗り越えなければならない戦いがいっぱいあるかもしれない。でもお昼ご飯は美味しいかもしれない、夜ご飯も美味しいかもしれない、きっといろんな幸せなことがあるから、みんなも今日幸せに生きていこう。火曜日燃やしてこうで、燃やしてこうでってことで、この配信は独特のですねあれがあります。この配信終わる際にはハッシュ、あヤバ友って言います。また次も見てくださいますかって言ったらヤバ友って言うんですね。プラスツイッターにはハッシュタグヤバ友っていう風にしてツイッターでつぶやいてくれたら、結構いいねをしに行ったりなんかワッツアップしに行くので、皆様ぜひツイッターの方でもハッシュタグヤバ友、何でもいいです。今日これ食べたとか、なんか今日これがあってピエンだったけど、まあなんかなんとかなるかなみたいなのでも何でもいいので、ぜひツイートしてみてください。そしてなんと800人近くの方がですね朝から見てくださってたようで、とっても感謝の極みといったございます。ということで締めといきましょう。皆様また次も見てくださいますでしょうか。せいやばとも、やばとも、耳がちっちゃいけどやばとも、
ヤバトモヤバトモ、ありがとう朝から。ヤバトモ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 、ブーン。